こんにちは。楽天証券経済研究所の吉田悟と申します。どうぞよろしくお願いします。今回はコモディティ全般についてお話をいたします。投資で勝つための方法ということでですね、一つのアイディアをお伝えいたします。前編と後編ということで分けております。今回はその前編です。 どちらかと言いますと、抽象的な話が一部含まれていますので、分かりにくいところもあるかもしれませんが、ぜひですね、最後までお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。では、こちらをご覧ください。合計7点あります。まずは、こちらの通りに、市場環境が年々複雑化している、流れには逆らえないということについて確認をします。こちらの通りにですね、 全体感といいうものを見ていますこれはコモディティ市場に限らずというところも多分に含まれているんですけれども例えば1970年代からの継続案件ということで例えば戦争であったり為替の変動であったり株価の変動であったりこういったものが動くことによってコモディティ市場は動いてきました。しかしか一方で,です、ね、時が経って 2010年頃から台頭というふうに書きましたけれども格段にそのの種類の数がが多くなっていることがわかります例えば働き方改革モノ言う株主欲望主義技術革新温暖化巨大 IT 企業などですねというふうにこの数十年間でコモディティ市場に影響を与えうる材料ですねテーマというのは 格段に増えたということですね。格段に増えたということは、環境が大きく変わったということですので、まあ、つまり、それは常識が変わったということですね。ざっくり言えば、七十年代以降、八十年前後でしょうか、えー。過去の常識、そして二千十年頃以降の今の常識、現在の常識というふうに、常識を分けて考えていく必要があって。 このことが今後ですねコモディティ市場の相場の分析に非常にですね重要な意味を持ちますではこちらをご覧ください金も原油も変動要因の多層化が進行しているということについてお話をします変動要因の多層化というのはつまりは常識がどんどんと変わっていく様ですねつまり過去の常識と今の常識があるということです 全体的にももちろんそうでしたけれども、金にとっても原油にとっても環境は大きく変わっていって、それによって常識が大きく変わったと言えると思います。こちらの通り、まず金なんですが、1960年代の前半から半ばにかけては、固定相場だったんですね。政策的に金相場は何ドルというふうに決めていましたので、 ほぼ動かなかなったた時期がありましたそして、有事の金買いというふうに呼ばれた80年代の前ですね。70年代後半というのは、まさに有事が金相場を動かしたと言えると思います。そして、90年代に入ると株高ですね。これによって株を持った方が妙味があるということで、相対的に保有する妙味が低下して、金価格が上がらなかった。 下がったとということですねつまり株価の動向を見ていると金相場の動向がおおむね分かったという時ですね。2000年代に入りましてテロとの戦い新興国の台頭金融商品化これは ETF ですねということがどんどん進んでいって価格が上がっていきリーマンショックが起きた後アメリカの大規模な金融緩和でなお価格が上がったと。 そして金融引き締めで下がったもののその後はまた金融緩和そしてコロナパンデミック化不安拡大ということで価格が上がり今現状は金融引き締め金因のドル高なんですがドル高でも価格が上がっているということなんですね。振り返ってみればこの数十年間というのはどんどんと金相場を支えている要因が多層化していった。 この経緯がわかると思います。多層化というのは、まあ、つまりは状況が複雑になっていったということですね。その結果、足元、ドル高でも金価格が上がっているという状況が起きているわけであります。ドル高は、ドルですね。世界のお金という共通項を持っているドルと金において、ドルに注目が集まっているときは、相対的に金への注目度が下がるということで、 ドル高は金安の要因です。ですので、本来ドル高ですので、金が価格が下がってもおかしくはない状況なんですが、ドル高でも金高が起きているということで、過去のシンプルな状況にあった常識では考えにくいことが今起きていると言えると思います。そして原油なんですが、こちらの通りですね、ほとんどもう金と同じです。例えば、 60年代前半ですね、オペックが生まれたあたりなんですが、欧米のメジャーですね、国際石油資本と呼ばれている大きな規模の石油のですね、会社たちが価格を決めていました。安かったんですね。そこでですね、オペックたちがですね、声を上げたことがですね、一因となって、大予測が起きました。価格急騰ですね。そして、その後下がったんですが、テロとの戦い。 新興国の台頭、金融商品化、そしてアメリカの金融緩和、なお上がり、引き締めで下がり、パンデミック緩和で上がり、今現状ですね、金融引き締めが行われていて、下げ圧力がかかっていると、に加えてですね、こちらの通りに OPEC ですね、OPEC プラスなんですが、このグループが原油の増産を行っています。まあ、基本的にはですね、毎月 同じ規模の生産量の増加ということを行っているので前の月に比べれば生産量が増えたという意味で増産とここで申し上げておりますこの増産を行っているということは本来は世界全体の需給が緩むことをですねオペックプラスはやっているわけですので価格が下がってしかるべきだとしかし一方で増産でも原油相場は今上がっているということで過去のシンプルな 時代にはですね、考えられないようなことが今起きているということです。金についても、原油についても状況はほぼ同じですね。過去の常識では説明できない値動きが参見されているわけであります。で、このことについて考えていくんですが、その前にですね、ちらっと申し上げましたけれども、答えなければいけない重要な問いがあるんですね。こちらの通りになぜ ドル高なのに金相場が上昇しているのかと。なぜオペックが増産をしているのに原油相場が上がっているのかと。まあ、この問いですね。で日々ですね、メディア等を見ていると、前の晩に上がったこと、下がったことの説明はどんどんとですね、情報が出ているわけなんですが、まあ、こういったですね、素朴な、シンプルな問いに対する答えというのはあまりですね、報じられていません。 しかし、この問いを無視をすることはですね、できなくて、むしろ、この問いにですね、関して、答えを探す、この行為がですね、今後のコモディティ相場を占うです、ね、大きなですね、ヒントになっていくと考えています。で、こちらなんですが、この問いを考えていく上で、一つの論争があって、この論争について、深掘りをしていくことが有効であると考えています。それは、過去の常識と現在の常識の論争です。 常識というのは、いつの時代も市場が決めるものであると、私は思っているんですが、マーケットの中にはですね、過去の常識を今もですね、投資をしている方が多数ですね、いらっしゃいますので、このですね、論争というのは今なお起きているということなんですね。でこの論争について少し深掘りをしていきます。停留する論争。過去の常識対現在の常識ですね。こちらの通りなんですが、まずは、 過去の常識とその問題点を考えていきます。主に1980年代に形成されたと考えられます。特徴はシンプルです。単純なんですね。そして物事を点で見る。五感で感じられる。経済学のみで説明が可能と。まあ、こういうですね、特徴があると考えています。簡単なんですね。何かが起きると、何かが起きるということですね。A が起きると、B が起きるとかですね。 単純なんですね。しかし、金と原油の例で見たように、現在の市場というのを、こういったシンプルな過去の常識でのみ説明をすることは、これ不可能なんですね。で、あるのであれば、ドル高ですので、金価格は下がっているべきですし、オペックが増産をしているので、原油相場は下がっているべきなんですね。しかし、両方とも価格は上がっているわけです。 と考えていきますと、シンプルな考えでですね、説明をする過去の常識では、今の市場をきちんと説明することはできないということになります。そして、シンプルイコール正しいとは限らないということですね。かえって、ま、あだになるケースさえあるということを考えていく必要があります。で、次なんですが、過去の常識と現在の常識を比べてみます。 ここで,です、ね、少しずつ現在のの常識の全体像が見えてきます以前は A という事象が起きた場合上がるあるいは B という事象が起きた場合下がるというように単純なです、ね、計算式だったんですね例えばドルが高いと金が下がるです、ね、逆相関だからという話がよくありますし OPEC が増産をすると原油相場が下がるとよく言われていますね オペックは原油生産者が高いということが背景にあるということですね。加えて、欧州の自動車生産が減るとプラチナ相場が下がるとも言われていますが、これは背景には欧州の車についてはプラチナを対応しているからという根拠があるんですね。ですので、ドル高金安、オペック増産原油安、欧州自動車生産減少をプラチナ下落と、まあ、こういうですね、単純なことがあったんですね。 しかし今というのはこういった単純な話では説明ができないケースが多々あります。そこでですね、この現在の常識というものを考えているわけなんですが、A と B を足して、あるいは C と足して、D を引くとかですね、足し引きをして価格の動向を説明をするということによってですね、現在の値動きというのを説明ができると考えています。様々テーマはありますけれども、 このテーマは上昇要因だけれども、このテーマは下落要因だろうですね。こういった足し引きをすることによって、値動きを説明をしようというのがですね、現在の図図図式であるというふうに考えていますえ。少し複雑。体系的な分析が必要。俯瞰的になる必要がある。経済学プラス社会学で説明が可能ということですね。人間の心理ですとかですね、思惑や思想、 文化ですね。まあ、こういったところも含めて考えていく必要があるということですね。で、これはですね、まあ、コモディティのマーケットだけではないんですね。株であってもですね、為替であっても、金利であっても、不動産であってもですね、過去は過去、今は今ですので、常識が変わったということをですね、考えていく必要があると思います。で、この現在の常識を理解する方法というふうに書きました。ここが今回の話の肝です。 様々な方法はあると思うんですがまずはですね過去の常識をある一定程度否定をすることだと思いますそれによって現在の常識がどんどんとですね見えてきますで、これはですね後編の動画で学べるんですけれども現状のですね市場におけるまあ正しい分析には材料の俯瞰と影響力の足し引きが必要だと考えていますで、このためにはですね まさにこの現在の常識を考えていく必要があるんですが、そのためには過去の常識をまずは否定しようということですね。それによって具体的に現在の常識が見えてきます。例えば、過去の常識、シンプルさがモットーでしたが、あえて複雑さを容認するという方針に変えていきます。そして物事を点で見るということをやっていましたが、俯瞰をするというふうに考えていきます。 五感で感じられる具体的なものを求めるという傾向がありましたが、抽象度を高めると。まあ、こういった方向に変えていきます。経済学のみで説明ができる傾向がありましたが、社会学を併用するという方針に変えていきます。特に大事なところが、俯瞰する、抽象度を高める。この2点なんですね。この2点につきましては、後編の動画で申し上げますが、まさはですね、今回につきましては、 過去の常識を否定をしてですね、現在の常識をどんどんとですね、大きくしていって、今後、正しい分析のために、材料の負担と影響力の足し引きを行っていきましょうと、ここをですね、意識をしていこうというふうに申し上げたいです。で、これ、関連なんですけれども、これはですね、原油相場と関連する石油関連の株を見ています。これで見ていくとですね、原油相場、 とほとんど同じようにエクソンモービル、パイオニアナチュラルリソーシスなどが上がっているんですね。原油相場が上がっていった場合に、石油のですね油田の権益を持っているですとか、開発をですね行っているですとか、川上部門の事業をですね主にやっている企業というのは、原油相場と株価が連動する傾向が高いと言われています。ですので、両方とも上がっているということなんですが、 今後ですね、原油相場が高止まりした場合は、これらの株価も高止まりする可能性があると考えますし、加えて言えばですね、今、ロシアの,その制裁を行っている影響で、ロシア産のエネルギーが世界全体に出回りづらくなっているという背景があります。これに関してですね、アメリカは自分の国で原油を掘って使おうというふうにやってるんですね。で、ここでですね、シェールなんですが、 この増産が示唆されていますこ,こでですね、大きく関わってくるのが、こういったですね、アメリカ国内で主に創業している石油関連の企業なんですね。ですので、メジャーももちろん注目かもしれませんけれども、中にはですね、アメリカ国内で創業している会社にもですね、要注目というふうに考えています。では、次なんですけれども、こちらですね。 え、コモディティ関連の投資商品例なんですが、これはまあ様々ありますけれども、え、投資信託ですとか ETF 等があるのでですね、用途に応じてご注目いただければと思います。では、今回は前編ということで、え、コモディティ投資で勝つために必要なことと題しましてお話をさせていただきました。次回もどうぞよろしくお願いします。